一郎です、はい、今日は、変わった、スイーツ缶詰をね紹介します、はい、こちら、はい、カップケーキどこでもスイーツ缶です。すごくないですか。もう一つ、はい、どこでもスイーツ缶チーズケーキ、パッと開けてすぐ食べられる。とっておき、すごいよ。両方どこでもスイーツ缶なんですけど、同じ会社で、作ってまして、東洋フーズさんっていう会社さんで作ってるみたいなんですよ。じゃあまずカップケーキから開けてみましょう。あ、すごい、これどうなってんだこれ。いきますよ。あ、バキッ、あ、予想と違う、なんかすごい。どっちなんですかね。紙だね、下の部分紙。うん、だけどあれ出てこない、やばい。こういうことか。あ、こっち？あー、でも崩れそうだ。はい、はい、出ました。こんな感じ。はい、ちょっとイメージ違ったけど、うん、なんかどうなのこれ。ブランデーの味がしてほしい。あ、さすがですね。あ、入ってる？入ってます。すごい香るよ。アルコール分 1.2% 洋酒仕様ということで、すごい香る。入ってます。じゃあちょっといただきたいと思います。めっちゃ美味しい。断面的に、あ、しっかり固めです。うん、ちょっといただきます。これはね、ちょっとやっぱお酒感がすごい。うん、でも普通に美味しいです、うんうん、あ、これはこれはね、どうなんだろう、缶詰でこのクオリティどうですか。これもらったら嬉しい。これでいい、これ。これね、値段がね、レシートを見ないと分かんないっていう。はい、ださっきのどこでもスイーツ缶チーズケーキ、これすごいよ、ね。うん、ちょっとこれも開けてみようかな。うん、こっちの方がね、ちょっと缶詰でかいんですよ。怖いな。お、なんかすごいツナ缶みたいな、魚みたい。でも蓋もすごいよ。これなんか上に。すごいね、なんか。すごいよこれ。どうやって食べんのこれ。これ何、ほじくんのかな。出る、綺麗に出る。フォークで、すごい。あ、フォークで、これは、これ何、ほじくん。残念ながら出ないですね。このままいく。あ、すごい、なんか猫の缶詰みたい。おお。あ、すごい、なんか、あ、綺麗に、すごい。え、これお、魚みたいな。はい、あん肝みたいな。そうですね、あん肝ですねこれ。ちょっといただきます。あん肝。うん、食べた。うまい、これはうまい。うん、あ、チーズケーキだ。うん、これはチーズケーキです。あ、これすごいわ。あ、どうですかね。あの甘いチーズケーキだ。うん、滑らかだな。こんな滑らか、美味しい。軽いな、いい意味で。なんかずっしりしてる。すごい、缶詰。これがね、値段調べてあります。実はこれね、なんでそれだ。一箱540円します。これ540円。でも個
人的にはさっきの方が美味しいかな、うん、あー洋酒が効いてて。ちなみにさっきのこれです。でね、一応補足ですけど、このカップケーキ、あのメープルチョコフルーツミックスってありまして、これ僕今回チョコ買ったんですよ。あ、チョコで正解な気がする、うん、で一缶でカップケーキなんで200キロカロリー、うん、まあまあまあ、うん、で3年間そこがすごい保存できます。そこがすごい持ちますね、はい。あ、これいいね。で、あとこっちのチーズケーキの方もガトーショコラ、抹茶チーズケーキの3種類あります。でね、こっちはね、500キロカロリーをするするんですよ。540、まあ、大きさ違うしね、うん、でこっちは実はねミニもあるそうなんですよ。ミニもあって230キロカロリーちょっとちっちゃい324円っていう、実はもう一個あります。実はこちら紹介します。はい、スイートな焼き芋。あ、それいいですね、うん、ナチュラルスイーツのノンシュガーですよ。あ、ノンシュガー、やばくないですか。自然の甘み、うん、国産のさつまいも使ってます。シルクスイートというものを使ってまして、砂糖不必要、でこれでね104キロカロリー 90g です、うんうん、全然ねカロリー違います。でこれね無添加の自然スイーツの滑らか食感らしいので、ちょっとこれもちょっと開けてみたいと思います。おお、芋、これはすごい蜜です。三蜜です。あ、そうだね、三三つあるんで。え、三蜜。あ、柔らかい、今ねサクッといきました。さあ、うん、うちバンドメンバーみんな芋好きだから。おー、すごいよこれ。蜜、蜜、蜜、あ、蜜、すごい蜜がすごい、蜜がすんごいよ。皮もいっちゃって、じゃあちょっといただきます。スイーツパン、おー、あ、甘い。あのね、砂糖なし、これちょっと焼き芋じゃない、うん、安納芋あるじゃないですか、うんうん、あれのもうちょっと甘くしてグチグチした感じ、缶詰になってるんでちょっと、あ、わかる、ちょっと水っぽいね。なんだろう、もうちょっともうちょっとホクホク感欲しい、うん、なもうこれ完全にべちゃべちゃだ。滑らか食感って書いてあったんですけど、べちゃべちゃ食感です。これね、これちょっと難しい、うん、ただこれで砂糖使ってないですよ。まあそこちょっと評価してほしいっていう、このシルクスイートの、これね、なんかね自動販売機があるんですよ実は、これの、おー、あのねカナンチュールっていうね、そう、あの書いてあったんですけど、自然派の缶詰のカナンチュールっていうところで、缶詰があの銀座のところにありまして、で僕ちょっとそこでは買わなかったんですけど、3個入りでこれちょっと値段します。2130円。3個入りです。これあれさ、違うよ、1缶だから、これ3つで、だから1缶多分700円ぐらいします。700円ぐらいで、これ全部あの秋葉原のあのチャバラさんっていうね、ご当地ショップがいっぱい入ってる百貨店がありまして、はい、まあ、1階建てのとこになんか洞窟で遭難して 2,3 日ちょっと甘いもん食わなくて、あーもうちょっと恋しいなっつったら、あ、もうじゃあサポッておき出すよっつったら、もうバンバン剤でしょ、その状況だったら。いやいやいや、ということでした。じゃあ缶詰ね、皆さんぜひ、買って食べていただければなと思います。はい。